かわいいね。今日はこれからハムちゃんのご飯を作っていきます。今お肉が冷凍で 1.5 キロありまして、野菜はこんな感じ。キャベツと、ほうれん草、あと豆苗と人参、かぼちゃです。で、今回はこの野菜を、組み合わせて2種類の、ご飯を作っていきたいなと思います。今大きいお鍋は1個しかないので2回に分けて作っていきます。で、人参はよく洗って皮ごと切っています。人間もそうですけど皮に栄養があるそうなので、このまま切っています。で、かぼちゃの方は逆に皮はあまり消化ができないそうなので、こんな感じでもう皮はカットしております。適当な大きさに切ったので、これを、今から、水を少し加えてミキサーにかけていきます。まずはじゃあかぼちゃ、肉が 750g なので、その比率としては、全体の 2,3 割が野菜になるぐらいが、一番いい比率だそうなので、肉が750なので、250g ぐらい野菜を入れていきたいなと思います。ゼロ、はい、ではかぼちゃと1種類目はかぼちゃをふんだんに使います。で、いつものキャベツ、一旦ギリギリまで入れたので一回これでフードプロセッサーに回したいと思います。ちょっと今ですね、お水を足しました。もう水は正直適量です。だいたい今 100g ぐらいはお水が入ったかなと思います。はい、まとめて硬い野菜と葉物野菜をまとめてフードプロセッサーにかけたんですが、いい感じに、砕くことができました。これをもう一回やっていきます。ハムちゃん、かわいいね。美人さんだよ、ハムちゃん。スフィンクスハムちゃん、かわいいね。今ですね、1.5 キロの半分で約 750g をお鍋に入れました。よいしょ、もう2袋入れるといつもパンパンになるんですけども、冷凍なので少し煮込むとシュンって小さくなって、ちゃんと蓋が閉まるぐらいにはなります。フードプロセッサーにかけた野菜がこんな感じです。もう少し水分があってもいいのかなと思います。で、鹿肉ですが火にかけておきました。少しさっきより縮んだかなと思います。火は結構弱火にしています。強い火で高温で煮込むと栄養素が崩れちゃうそうなので、なるべく弱火でコト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 煮込むようにしています。今からこちらのお肉に先ほどのお野菜を投入していきます。入れてみました。混ぜてみます。こんな感じです。冷凍なのでお肉からも結構いつも水分が出るので、結構ダクダクになってます。ではこちらを蓋を閉めてコトコト煮込んでいきます。一つ煮込んでる間に、もう一個のバージョンを作っていきます。もう一個は、ちょっと野菜を追加しないといけないんですが、まずは人参と、転がっちゃった、人参と豆苗ですね。
今回豆苗はハムちゃん初めてのお野菜です。豆苗はビタミン A とビタミン B 群、ビタミン K、ビタミン C などビタミンが豊富なようで、ビタミン K は皮膚や粘膜を保護したり、あとは免疫力を高める効果があるそうです。無事に煮込むことができました。こんな感じでもう赤い色もないので、これで完了にしたいと思います。なんだかあんまり煮込みすぎても栄養素がなくなっちゃうそうなので、この加減が難しいなっていうところなんですが、ちょっともしかしたら今日は煮込みすぎちゃったかもしれません。これで完成にしたいと思います。これから、この完成したご飯をこちらの器に入れていきます。こちら今約500グラム入れたところです。以前はタッパーに入れて食べる時に電子レンジで温めて揚げていたんですが、電子レンジを使うと鹿肉は栄養素が壊れてしまうそうなので、今は湯煎に切り替えております。では今から2回目を作っていきます。キャベツと豆苗と人参をフードプロセッサーにかけました。でこれを、火にかけているお肉に入れていきます。こんな感じですね。混ぜていきます。2回目も完成しました。これから袋詰めしていきます。袋詰めが完成しました。こちらが最初に、キャベツ、ほうれん草、かぼちゃを入れた、もので、こちらが2回目に作ったにんじん、キャベツ、豆苗のものです。やっぱり若干色合いが違います。いやー、これで6日分ですねこんだけ頑張って6日分にしかならないのが悲しいですが、今回は6日分ということで作ってみました。またすぐに足りなくなっちゃうので、今日はゴールデンウィークですので、また週末の土日ぐらいに、1週間分を作りたいと思います。では本日の動画はこちらで以上です。